新チーム、ビーストジャパネックスから白羽の矢野や、乃木坂46の元メンバーでタレントプロジャンシュの中田かなが、30日に開かれた M リーグ2023-2024ドラフト会議にて、ビーストジャパネックスから4巡目で指名を受けた。アイドルグループ出身者としては初の M リーガーが誕生することになる。新チームのビーストジャパネックスとから指名がスタート。 一巡目に猿川正俊、日本プロマージャン連盟を指名。二巡目には、17日に開催されたドラフト会議指名オーディションファイナルにおいて優勝した菅原博恵、ゾウ、を指名。三巡目に鈴木大輔、ゾウ、を指名すると、四巡目に中田、ゾウ、を指名した。 当チームの高橋暁監督は中田の指名理由について、CS で麻雀の番組をやっておりますし、麻雀の魅力を普及している。中田さんは発信力が強く、ご自身の麻雀カフェをお持ちですし、麻雀愛がある、と説明した。乃木坂46の一期生だった中田は2020年10月にグループを卒業後、趣味だった麻雀を極め、麻雀カフェをオープン。 22年3月には日本プロマージャン連盟のプロテストに合格して、プロジャン氏としても活動を開始させていた。